スペースネット第5部、始まるよ。やってきたのは、レインボー星系最後の星、グリーン星です。ここには、綺麗なお水と草木がいっぱい、緑があるんだよね。いつもの回復を済ませたら、ケツを引き締め探索開始。まずは4歩前進、虹色の実発見。スモークを使ってさらに前進。ここにいいもんあるからよ。グリーンビートル発見。開発でガードアップ普通にできますよ。さて、司令官の命令なので、まずは協力者とご対面。お邪魔します。はいはい逃げ逃げ。お邪魔するわよ。ガンディアの街です。誰もいませんね。とにかくまずは、協力者のお家へ。ここもほぼ無人。ちょっとぐらい、泥棒しても、バレへんか。今拾った知恵の葉は、技ポイント回復アイテムです。こっちにはスキルブック13、売り飛ばします。さて、ここには偉大な発明家、賢者カマカマがいます。カマカマだなんて絶対ホモですね。もっと隠して、どうぞ。こいつです。やっぱりオカマじゃないか。ここのボスは、ビフレイ族のティンクだそうです。ティンクは、知恵の木という大事な木の番人でしたが、クラッカーズの一員になり、コアは盗むわ洗脳はするわ、やりたい放題。悪い子だなぁ、エージェントがお仕置きしちゃる。んじゃ、森にある知恵の木まで。なんと森は、霧で真っ白でした。これはコールドゲーム不可避。一旦退却です。おお、どうなってんだ。霧は、知恵の木行きかけのサインでした。それはあかんですね。カマも人肌脱ぎます。カマカマエアコン、略してカマコン発明。さすがは発明家、腕は確かです。これで安心だぜ。オッケー？魔女の森です。上の方に、知恵の木があるんですが、結界みたいなのに弾かれて、全く登れません。これをなんとかできるのは、ストレイガという村の住人だけ。というわけで、まずは森を抜けて、そのストレイガとやらに行きましょう。この先です。とその前に、隠れスモークゲット。邪魔するぜー。さあストレイガです。魔法使いの、ミーシャン族が住んでいます。おう、お前が族長か、にゃんにゃん泣いてみろよ。話によると、こいつらは魔法で洗脳を防いでおり、魔力の源である知恵の木は、がっちりガードしているわけですが、その木が弱ったせいで、結界解除すらできなくなりました。でも、あの子ならなんとかできるかも。それがこのトスカです。本人はちょっと自信なさげ。でもこいつは、潜在能力の塊です。やればできる。それでは知恵の木に向かいますが、その前に、一度ガンディア方面に出ます。これで、帰りがスムーズになりますよ。ベストを尽くせば結果は出せる。無事、結界を破れました。早速木登り開始。見ての通り、なかなかのっそりしているので、小ネタのご紹介でも。トスカ合流前に木に近づくと、結界で吹き飛ばされますが、コスモブルーのマシンパーツ、ホバー起動状態でそれをやると、こんな風に、操作不能でどんどん飛んでいきます。そして最後には、真っ暗な謎の場所へ。こうなると、もう終わりです。リセットしかありません。間違っても、ここでのセーブなんか、しないようにしようね。ちなみにホバーは、開発パスワードを打てば、ネットでも使えます。そんなことを話していると、もうすぐ目的地です。ここでホモを右に、まっすぐ突き出た、たくましい枝を進むと、ティンク発見、懲らしめます。知恵の木を枯らしまくってますね。悪い子はお仕置きだぞ。それではボス、竜巻のティンクです。敵の戦法は、カチカチウロコのアリゲール。
普通のホモのシュートでは、4分の1も削れません。バスターモードでさっさと撃破、と言いたいのですが、後ろに、パワー型でパワーレボも完備という、鬼畜な2体が控えています。そっちに全力を出したいので、ここはちまちま行きましょう。そういうわけで倍速倍速。結構かかりましたが、これでオッケー。続いてゴリラのコンボくん。パワーレボで、筋肉もりもり、マッチョマンの変態に。しかし、臆することはありません。まずは一発パワーバスター。そして、いつものバスターモード。これでホモが落ちることは、まずありません。お、もう終わりか？では、行きますよ。さあ、大将、リフレイのケンク登場。一見非力ですが、実はアタッカータイプ。催眠攻撃も怖いです。でも、よほどのドン速コモじゃなければ、先制攻撃で終わり。とやー？やったぜ。どうでちかー？なかなか、いじりがいのありそうなキャラですね。なんて言ってる場合じゃなかった。早く追いかけましょう。知恵の木が楽になったためか、ガンディアの住人も少し戻っています。泣きながら走る子が、病院に向かったそうなので、回復して待ち伏せです。ここはアイテムを使いましょう。お疲れー。では、ケンク頂上2回目。今回は、コンボが先頭です。なので、少し戦い方を変えます。とりあえずパワーバスター。そして、ここでカウンター。敵のパワーを利用します。ぐはぁ？痛いけど気持ちいい。これで、ケンクにバスターモードが使えます。もう逃がさねえからなー。さっき苦戦したアリエールくんですが、バスターモードなら余裕です。まず半分削り、ここでモードチェンジ。ここら辺になると、レボによる能力上昇もえげつないので、パワーレボ対それ以外だと、今まで以上に一方的な展開に。すごいダメージだー。さあ、ケンクです。真ん中来いよ。ケンクにはスピードレボもありますが、そんなの疲労させません。しっかり命中。ホモの方が早いので、外れることもほぼないでしょう。危なげなく撃破。ケンク号泣。また逃げちゃいました。じゃあもっと遊ぼっか。でもその前に、地球に帰還。グリーンビートルとアンドラビーフを、博士に開発してもらいます。はい、おしまい。ではグリーン星へ、泣き虫ケンクの、頂上に戻りましょう。お、いましたね。っていうか、自分からコアを戻していくのか。どうやら脱出する気のようです。絶対させねえぞお前。君面白いね。もっと泣いて。というわけで、3度目のケンクです。さっきと同じなので倍速。遊ぶのはこっちなんだよな。敵の能力は、多分3戦とも一緒です。ケンクは、眠り針という催眠攻撃を持ってますが、先制で仕留めてしまえば、撃たれる心配もありませんか。あっぷねー、敵能力上がってるのか。というか、ここで先制されるって。ともかく、これで任務完了。なに、お前はレックス。ケロウイルスってなんだよ。緊急事態です。ウイルスで、スペースネット壊れる。ワーク機能が使えず、研究所にも行けません。ここに来て、とんでもない手を打ってきましたね。幸い、ホモがいたのはグリーン星。カマカマの協力を仰ぎましょう。ウイルス対抗ワクチンを作るには、3つのチップが必要です。カマカマレベルの研究者なら、どれか1つは持ってるはずです。ということで、再びガンディアへ。人もすっかり元通り。道具屋も使えるので、ここで最後のお買い物。
拾ったお宝を売って、資金を確保したら、隠れスモークに、ラスガン用の知恵のツタ、傷薬を買い込みます。結構お金が余ってる。カマカマのところで、レボ回復アイテムも買っといたら。結局買いませんでした。まあ大丈夫でしょ。お、持ってんじゃん。残りも、大体の場所は把握。というわけで、まずはブルー星に向かいます。ホモの活躍で、コアはすべて戻りました。それを使って飛びましょう。コアでの転送は、不思議な力を使うので、ウイルスなんて関係なし。到着。いいねー。チップは、クロノス族が作っていたらしいので、商人でもあるバンバラバッパなら、ストックしてるかも。おう、チップ持ってんだろ、くれよ。持ちすぎー。じゃあ俺これもらって帰るから。さ、次はオレンジ星です。研究員くんが、昔ソラーレで見たらしいので、行ってみます。イスシスさん、チップをくれ、ないです。残念。ご先祖なら知ってるかもだって。じゃあお墓に行きましょう。ありました。やったー。あ。ワクチンのチップ落っこっちゃった。急いで拾いましょう。チップは一回、青スイッチの左上らへん。ここ。これで全部揃いましたね。早速お釜に持っていきます。ちなみにこの辺りから、イスシスも仲間にできます。オスお願いします。やったぜ。早速注入。スペースネットの傷が、どんどん癒されていきますよ。出来上がったワクチンを、本部に持っていきます。ここも久しぶりですね。どうぞ。お、カイトちゃん。また先を越されて、どんな気持ちや。そういえば、クラッカーズの本拠地はどこなんですかね。調べによると、シルバー星という、ぐっそ遠くの星らしいです。アドレス聞いてこいとのこと。うん、丘の下。アドレスと言ったらもう、あの人ですね。ちゃちゃっと倍速訪問。あっさり判明。クロノス族、有能。お、アナライズゲット。通信バッジの成功率アップです。まあ、RTA ではどうでもいいわ。そんなことよりアドレス報告だ。次は新しい部品だって。丘の下。シルバー製へのワームホールには、コスモドライブが必要です。しかしパーツが足りません。船のパーツなら、あいつかな。よ。ビンゴです。コスモパーツゲット。じゃあ届けましょう。ここに来て、怒涛のお使いラッシュですね。うわーん、疲れたもーん。と、ここでメール受信。まあ高いとの挑戦状か。めんどくさいやつですね。今度こそ、完膚なきまでに叩きのめしましょう。ではメールを開いて、カイト、出てこーい。お、来た来た。やりますか。ナンバーワンをかけた戦い。覚悟。では、カイトとの三度目のバトル。今回の最大の敵は、このペングラスです。レベルが上がって、パワーレボが超凶悪に。クリティカルなんかで酔うものなら、すっぴんホモなど一撃です。まずすべきは、とにかくビームシールド。急いで5回積みましょう。今回は、攻撃外してくれたりして、いい感じですね。レボが切れるまで、あと1ターン。いけそう。えっはぁ。とんでもない威力ですね。やはりパワーレボは恐ろしい。しかし、なんとか乗り越えました。残りは貧弱スピードレボだけ。こうなればこっちのものです。ゆっくり積んでいってね。よし。もう2体目のパワーレボも、怖くありません。ここからはいつもの戦法。2体目途中まで、バスターモードは温存です。
カイトは一撃で倒さないと、混乱が怖いですからね。さあ、カイトとの最終決戦。最後の一撃くれてやるよ。ほらー。はぁ、ほんと閉まらないっすね。でも、混乱技も使われませんでした。これなら大丈夫。べし。無様だな。まだまだ終わらないぞー。と、そこに変が現れを説教。何様だ。司令官様でした。マジっすか。そして、討伐任務はコモに。当たり前だよなー。たった一つのコスモドライブゲット。そしてワープフレーム。これで、ラーイーたちを地球送りに。取り残されるカイトくん。俺の部下になるなら、連れてってもええよ。承諾しました。よし、いい子だ。これでカイト加入。肉壁2号です。それでは最後の星、シルバー星にワープ。ワープ完了。すっごい寂しげ。上の方に、見るからに本拠地っぽい建物発見。では乗り込めー。というところで、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。